インフルエンサーに害予告をする人も出てきました。はい、最近インフルエンサーと呼ばれる方々が出てきましたね。 SNS の発展で影響力を持つ人が多くなりました。そこでインフルエンサーに害予告をする人も出てきました。なんでするんでしょうね。ではどこからが害予告なのでしょうか。ここで害予告罪というものはありません。害予告の場合には脅迫罪、強要罪、業務妨害罪など様々な犯罪になり得ます。例えばそうと言われただけでは事情にもよるんですけれども、本当にされてしまうかもしれないとはなかなか思わないですよね。一方、いつどこでどんな風に具体的にこういう風にと言われたり、住所を知られていたりする場合には本当にされてしまうかもしれないと思いますよね。その場合には脅迫罪、強要罪となりやすいです。一言で言うと身に危険を感じるかどうかということになります。またそれにより警察が出動したり事務所を閉めなきゃいけなくなったりするなどした場合には業務妨害罪となります。犯人は実際に行動を起こしていなかったとしても害予告をした時点ですでに犯罪です。身の危険を感じたらすぐに警察に相談に行きましょう。